ヘイヨヘイヨーケンツメッシーです。今日ねくらやってくるんですけど、今動画撮ってたんだけど急に消えちゃって、はい、ということで、今日使ってくる機こっちのスケラなんですけど、今だいたいこんくらい、はい、でやってったんだけど、切れちゃって、充電じゃねえわ、なんか容量が足んなくてみたいな。悲しいですね。せっかく2勝しててあと1勝で終わりっていうとこだったんですけど、まあ相性勝ちもできるね、いいデッキだと思ってます。まあスケラっていうのはどの環境でもいるデッキなので、スケラデッキっていうのを使えといて損はないかなっていうのはもう長くやってきてね思います。まあその今後のねクラロワ歴史シリーズとかでも出していくんですけど、大体のカードがある時全然使われなくなって強化が来てさらに使われるって感じなんですけど、スケラに関してはずっといるんで、枯渇とかもそうかな、ずっといるデッキなので、ぜひ使ってみるといいかなって感じですね。ちょっと充電がね、多分 20% 表示途中出ちゃいます。20% 表示出ない読みで動画撮ってたんですけど、まさかのね、録画できてないっていう悲しい事態によって出てしまいます。アイスピと、はい、ホグかクロスかな。クロスだと、一応マスケ型と、ゴボリマスケ型なんで、ワンチャンあります。あ、ワンチャン中か、全然いいですね。はい。トルネで起動はまだいいかな。ゴボリでとりあえず受けてあげて、マスケが出てくるな、これ。マスケと、ポイは打たんでいくか。はい。とりあえずマスケ出しつつ、これ来ますね。これはトルネで吸ってあげましょう。で、これで準備完了です、今。こっからは守って攻めるだけ。相性いいのばっか引くな。スケか。スケですね。ただ、これ一発入ると思うんで。いいでしょ。OK。一応、完封の位置があるんですけど、なかなか難しいんでね、マスケをスケで完封する位置っていうのは。こんな感じで大丈夫だと思います。ゴブオリを先に出すとマスケに抜かれちゃうんで、まあ、ベビーから入ってあげるのが一番いいかな。これ、スケラ打つな。前で止めてくるか。オッケーオッケーオッケー。まあ、若干ダメージ入ればいいわ。どうせ守れるしな。大砲でね、華麗に守ってきました。ナイト出してあげて。まあ、ホグにはゴボウリ。で、マスケは出す位置考えないといけないですね。ゴボウリ出してあげて。キングタワーの攻撃もあって、楽に勝利ですね。マスケ出しときましょう、これ。ここら辺、どうだ ?5 打つか。はい。これポイズン打ちます。ですよね。なんで、これは。あっ!アイスピが、ホイーンってやっちゃった。痛いダメージですが、まあまあまあいいでしょう。アイスピがホイーンってなった。ナイト後ろからだな。ゴボリ出しとこう。逆サイホグ来てもカウンターでこれ持ってけるんで、持ってきましょう。で、スケラ飛ばしてあげて、とりあえず打ちさえすれば入るんで、これを繰り返しつつ守っていきましょう。ただね、割とダメージもらっちゃいましたね、余裕ぶっこいってて。はい、ゴブ折り出してあげて、手札のサイクルが悪いかな。はい、スケラ出してあげて、トルネで手前持ってきつつマスケを処理したいと。ゴボリがパンチパンチっつって、相手めっちゃきつそう。ただいい守りです。すごくいい守りをしてきてます。すごくいい守りで押されてる。ロリババだけで消えるかな、これは。スケラ打ってあげて、とりあえず打つことが大事。ポイズン打ってあげて、じわじわ、じわじわダメージがね、返せちゃうんですよ、あの試合内容で。ベビーが入って、まあ、ごぼうにも高め置いといてあげて、マスケで射抜かれそうになったらナイト出すって感じでいいと思います。
で、スケール打ちます。で、これ取れないだけで。はい。ポイズン打ってあげて。ああ、大砲まで来ればよかった。まあ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 。これで回るんで、カード。相手、ゴボリね、一発でもミスったらもうおしまいですよ。出してあげて。スケール打ちます。ゴボリ出しつつ、ポイズンです。まあこんな感じでね、スケラっていうのは、まあ特定のデッキに超刺さったりとか、まあ相性勝ちできるって部分でね、GG と、はい、いった感じですね。強い。とにかく強いですね、これは。安定。で、現環境ね、ロイジェイに強いんですよ。ロイジェイがめっちゃ流行ってて、2.9 エリクサーの、で、ファイボーザップ、あ、ファイボーロギババだったり、ファイボーウッドっていう呪文編成なんですけど、スケドラハンタートリトンのね、ヒースピが入ったやつで、あれに対して強いのがスケルトンラッシュ。あとはスパーキーだったりも強いんですけど、まあ大体流行ってるデッキに対しての対策デッキとしてスケルトンラッシュは使われることが多いですね。でなんですけど、この後ね、ちょっと練習があって、僕夜ご飯作らないといけないんで、動画撮り直す時間がないので、ちょっとリプレイをね、2本添えて終わろうと思ってます。ちなみに、あの後チエンテセレクロスに当たったんですけど、あー、きつかったなぁ。マスケが一応クロスボウに対しては強いんですけど、ちょっとまだ立ち回りここは確認しておきます。おそらくトントンぐらいだと思うんですけど、もともとはね、遅延クロスは、遅延スケラでは相性悪いかったと思うので、ちょっと、練り直しておきます。ちゅうわけで、ここの下2本ですね。で、一応さっきのこのホグに勝った時点で、グローバル180ぐらいですかね。というわけで、ロイホグから見ていきましょう。ポイントなんです。ポイントなんですけど、まず、遅延スケラっていうのは、キング起動したい。トルネードとかを使って、キング起動して、守りを固めたい感じですね。これ、まずナイト出してあげて、トルネードすると。これね、もうちょっと、多分位置調整すれば、ロイホグ3体吸えるんで、完璧にこだわりたい方はね、ぜひ使ってみてください。とりあえず、キング起動は絶対したいですね。で、ここね、もう、ナイト残ってた相手で何も時に出してこなかったんで、スケラ打っちゃいます。はい、ロイホグヒースピだと、まあ一応親衛隊とか、あとは三重士だったり、まあロイホグだけのデッキもあるんですけど、相性いいんでね、もうスケラガン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 ぶち込んでいいです。あとマスケが強いです。本当にマスケの火力が高いので、強いですね。またね、マルチ、どうしようかな、スパーキーか、ジンギか、このスケラかな、あたりでマルチ上げていくと思うんで、まあ、いいリプレイだったりね、試合があったら、まあ、スコレンで回していこうかなと思ってます。ケツマスケには5が飛んできて、で、このマスケがね、5だけだとね、残るんで、強いです。で、これ、こんな感じで後ろから出してあげて、一応ね、ちょっとマスケ仕事してるんで、ここ許容。キング起動をすることによって、こういうところをね、まあ、許容することができて、今、後取ってるんですよね。エリクサもそうだし、盤面にユニットがいるのはこっちなんで、で、ここでベビードラ出してあげて、すぐスキラですね。大体このナイトとかが侵入成功したら、もう、ダメージめっちゃ入るんで、一応ここでね、なんか来たら、トルネとかも打っていいんですけど、まあ、ここはもう、ダメージめっちゃ入るし、まあ、何しても勝てるといったところで、受けから入っていっていいのかなって感じがします。で、こっからはちょっと2倍スクでいきましょうか。ゴボリ出しつつ、こういうところもね、許容で大丈夫です。で、ここはナイトとロビババとかで守りつつ、キング起動してるんでね、マジで何でも守れます。で、ベビードラ出してあげて、ハンター出てきてもこんな感じでね、マスケが火力高かったりするので、突破することができてって感じですね。まあこんな感じで、勝つことができます。さあ、続いてがこのラバクロですね。まあラバクロとかは、相性相当いいよ。しかもマスケだし、こっち。ラバに弱い。ラバインドラとかに弱いイメージがあると思うんですけど、遅延スケラは。マスケなんで、ワンチャンあるんですよね。マスケなことによって、クロスとかにもワンチャンあるし、みたいな。クロスがね、そもそも玄関機あんまいないんですけどね。これベビドラ、もっと早めに出して大丈夫です。はい。なんだこれですね、スケブとね、はい。あそこら辺なんだろうと思って。そしたら相手ね、これ。はい。ゴボリがめちゃくそ入るっていう感じですね。グローバル近い試合なんですけどね、一応。まあまあ、これ入ってて。まあ、どのみちね、後でスケラ飛ばせば入るんで、絶対。で、これナイト出してあげて、
あ、ラバクロだなと思って。で、これスケバリ来たんで、もうポイズン打ちます。ポイズン打ってあげて、相手黒もかけてきて、みたいな。もうアドがすごいことになってる。で、こういう感じで相性勝ちできるのも熱いっすね。一応これね、スケルトン部隊読めたらいいな程度で手札回しオリバーを転がしたんですけど、相手コウモリだったんで、まあ、失敗に終わると。で、ゴブ折り出しつつ、相手は、こっからラバですかね、おそらく。で、ちなみになんですけど、待ってでもいいんですけど、まあね、僕はもう左側先に折ってきたかったんで、マスケを右、左に出して、こっからがちょっとだけ参考にした方がいいかな。まずベビドラから、対空カードを先に切ると2周目が回りやすいんでおすすめです。で、次にロリババ見えてるんで、ナイト早めに切って、これ逆サイドね、スケルトン部隊で守られるとめんどくさいんで、しっかりロリババ転がしといて、まずは1本しっかり折り切ると。さあ、そしてこっからもう1回スケバル来て、これは同じくポイズン。クローン打たれたら打たれたで刺さるし、打たれなかったとしても、シンプルにね、守れるといったところで強いです。でしっかりね、このはみ出た、スケルトンバレルとかにも対処していくって感じですね。で、ラバ出てきて、ゴボリを出すと。で、ホバリングとか持ってる相手とかね、ダクネとか持ってる相手、スケトラ持ってる相手とかに結構困ると思うんですけど、まあ、こうやってね、ポイズン回して、まずは、はい、こうやって、しばきつつですね、マスケとかの効果力で前を抑えていくと。で、こういうね、クローン系が来たら、もうトルネでフォーンって守ってあげるって感じですね。めっちゃ強いよね、これ。で、あとはこっからはまあ何しても勝てるって感じなので、まあこれ大体のね、カウンターを防いで GG といった感じです。というわけで、今ね、この遅延スケラが、僕個人的にはおすすめなので、ぜひ使ってみてください。今日はあともう一本ね、格上が軌道を出そうかなと思ってます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし、バイバイ。